はい、どうも。はい、どうも。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。はい。はい、ということで、岸ベロファン動かないの、えー、そうですね。リング画法ですね。はい、後編。後編です。いよいよ。うん、エピソード11後編。えー、前回、はい、初の前後編ですかね。そうですね。二つに分かれたのは初めてですね、うん。そうですね。ちょっとその辺もですね、まあまあ、後で、うんえー、言いたいところなんですけれども、ちょっと、はいはい 多分、おそらく全員が想像してなかった路線にたというか。いや、ほんとこれね、すごい新たな展開ですよね。これは初めてですね。これのほど。そうですね。うん、で、前後でその、ロハンが、まあこう、なんていうんですか、語り部的な感じで。はいはい。まあなんか前向きではないみたいな。うん。物語的にね。まあ救いようがないみたいなこと言ってたんですけど、まさにちょっとそういう感じというか。そうですね。ちょっと、 なんか、なんて言うんですかねなんかその、なんて言うのかなちょっと、は、は、初めてちょっとこう、いろんな意味でシリアスな、うん。エピソードだったなと、うんな。そうそう。あの、だからいろんな解釈というか、みんなの、うん、皆さんのね、ちょっといろいろ話を聞きたい、すごい聞きたい回ではありましたね。ですね。うんうん、なんか、ホットサマーマーサでは、あのー、現代と同じコロナが出てきて、うんうん、で、今回も、まあ言ってしまえば、環境問題、 そう、割とこう、うん、そういうところに踏み込み始めてるというかね。そうですね。うんなんかだから今までの不気味さとは違うリアルな怖さというか本当にあり,ありそうな。うん、ですね。あの、なんかね、僕の印象だけなんですけど、ちょっとね、なんかその、アメコミのなんか敵キャラ、ヴィランっていうんですか。なんかあんな感じがしたんですよね、すごい。ああ、なるほど。でも今回の、 まあ、後で話すかもしれないキャラクター、敵キャラクターっていうんですかね。うん、が、割とこう、まあ、言うたら人間じゃないですか。人間。普通にスタンド使いとかでもないですし。はい、で、なんか、アメコミの敵キャラとかも普通の人間がこう、なんか、悪意が固まっていって、こう、うんうん、抜けていったキャラクターになっていくみたいな展開が、なんか割と多かったんで、なんかそんな印象はすごい受けましたね。なんか、まあ、リアルの延長線上というか。そうなんですよね。うん。ただの人間なんですけど、そうなんですよ。 一番怖いっていうか、本当に、まあ、うん、こんな、あの、衣装は絶対いないんですけど、まあ、<laughs> ただ, <laughs> だ<ら>思想、思想とか行動としては、本当に今この時代にもあり得る人間というか。そうですね。だから本当に、ね、化け物とかじゃないですよね、本当そうですね。うん、なんか、最初はね、殺到常時はスタンドとか、その、なんかこう、怪異的なもんだと思ったら、うん そういう衣装だったっていう。そう、ね、前回なんかあの、チラッと見れて、引きに、引き殺した敵なんか結局今回は全部あれ衣装だったっていうか。衣装だったっていう。ね、なんか、あいつだっ、ね、出て出てき方が完全敵キャラクターですよね。うん。すっごいもう、ドドドドっていうあの、ボスが出てくるときと同じ感じの登場シーンで。<laughs> そうですで、結局こいつの名前はわからないままだったんですけど。いや、そうですよね、だから。うん。まあ、 言ってる話が僕は調べたんですけど、うん、これリアル事実なんですよね、これ。地球の温度が、<の>平均気温が。はいはいはい。一度上がったっていうのも。で、この IPCC っていうのも、あの、<laughs> 特有のあの架空の団体ではなく本当に存在する。なるほどね。国際的な、はい。機関の報告で実際確かに一度上がってるっていうのはね。だからちょっとそれも怖いなと思って。確かにね。うん。あとれ、 あと0.5。0.5。うん。で、あと、まあ、この敵キャラクターもなんですけど、ロアンが、うん。珍しく泣いてるんですよね、うん。そうですね。ずっと泣いてますね、これ。そうなんですよ。うん、あの、やめろって言った時から涙が出てて、ちょっとこれは意外というか、今までには見ない。うん。うん、そうですね。何に対しての涙、この街を壊してほしくない涙なのか、この後のこの人の未来を憂いて、 泣いてるのか。うん。ちょっとその辺がね、いろんな意味があるのかなと思ったんですよ、ね。そうですよね。これだから今回結構深いというか。深いですね。<い>ちょっと重たいんですよね、話がやっぱり。うん、だ本当言われた通りの心境になってるからすごいなと思って。確かにね、今までにない。そうです。揺さぶられ方を知ってますよね、我々は。すっきりしない。すごいな、うん、で、まあ、この歪んだね。うん、うん。漫画で、まあ自分のことを伝えろみたいな。 あまあ、つまり、これだからね、ちょっと本当に、こっからちょっとわからないんですけど、だからその、今回のロハンが書いてる漫画があるじゃないですか。はい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 。あれは、まあ言わばもうほぼこれの内容を書いてるってことなんですかね。なんですかね。そう、そういう、まあ、泉京花のあの最後のところとかいろんなことを考えると、うんうん、やっぱりこう、 あの、一緒、重なってるのかなっていうのは、うん。若干思ったりは。泣きながら書いてますし。これはだからほんと深いなとは思いますよ。うん。で、やっぱり前回の、前編見て、見直しても、ロハンがやっぱもう、うん、泉京が来た時点で泣いてるんですよね。うん。で、それもやっぱり、なんだろう。この、環境問題についての善悪なのか、うん、まあ、この人はやっぱり、その、致し方ないとはいえ、 あのー、なんていうんですかね。止めた部分が、涙として出てるのか。まあ、あそう、もうほぼすべ、たぶんすべてだと思うんですよね。だからこの、うん、ねあの、まあまずこの女性が殺されたということもあるやろうし。ね、いや、何がすごいって前回まで完全に物語の、うん、なんていうんですかね、あの、キーマンだと思ってた女性がただのモブやったっていう。そうなんですよね。だから、おそ まあ本当にその襲われてると思ってたキャラクター、襲いにかかってきてると思ってたキャラクターが実はロハンだったっていうのが<あ>まずそこでガクーンとこう。そう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 。あの、最初足元が見えた時に、うん,うん。ペンのマークの靴下だったから、あれと思ったんですけど、うん。その後ロハンがね、あの、後ろにいるぞみたいなことを言った時に、うわーって誰が予想したよと思って。いや、ほんとこの辺はやっぱり前編後編に分ける意味はあって そう、僕もね、それを今回言いたかったんですよ。あの、うん、前編後編に、ただの、その、ね、引き伸ばしの都合で分けた、<laughs> で、全員を、全員って言ったらあれかもしれんけど、<笑><笑>そうじゃなかったんですよ。<laughs> ね、こう分けた意味があったんですよ。そう,そう,う,んうん。僕もほんまそれを思いましたね。そう、いや、ほんとすみません。謝らなあかんでも平日に。いや、ほんとにもう、ほんとに申し訳ありません。ほんとに申し訳すりません。ほんとすみません。もう、商業的な意味じゃなかったと。うん。あのー、だって分けてなかったら、こういう、 驚きはもっと薄かったと思うんです、ね。薄かったいや、絶対薄かった。うん、この1ヶ月でいろんな想像して、うん、完全に固定概念、うん、つけられた上で見たから、うん、マジかよってなって。ってうん、だ新しいなと思って面白かった。いや、ほんとそう。うん、今回はほんといろいろね、新しい。うん だから、割と、だから、賛否両論あるんじゃないかなとは思うんですよね。ああ<ー>、うん。なるほどね。こういうとこ踏み込んで欲しくなかったとかもあるやろうし。ああ<ー>、うん、なるほどね。これねいやだから、そういうのも含めて全部の涙じゃないかなとも、あの、ご、うん、飯の、多分荒木先生もこれ、た分泣きながら書いてたんじゃないかなと思う。ああ、確かに。うん、っかやっぱり、うんそうですよね。うん 荒木先生もなんかコロナ禍以降、ちょっと心境の変化が作品に出てんのかな、みたいなのすごく。思う思う。うん。ねちょっとダウンしてはるのかなと思う。うん。ねえ、うん、なんか、うん、そう。そうそうそう。まあちょっと終わり方も泉強化もちょっと切ない感じで終わってるし。そうですね、この、うん、結局タイトルのドリッピング画報をしたのは泉強化なんですよね、これら。<laughs> 確かに。 ね結果的にあ<ー>、前回ちょっとやってましたけど、ロハンも。うん。ただ本当の意味では、泉京花だったっそうなんですよ。オレンジ色で、実は泉京花もでまあ、できるというか、そうなんです、まあ、ちょっとこうお、怒らして、いつものロハンに戻そうっていう,、ねうんうん、そうそうそう。心境ですよね。この辺の、うん。ま、優しさですよ、これ、京花ちゃんの。そうですね。そうそうそう,そう。うん、不器用な、形のね。 いやーこんな落ち込んでるロハンはあんまやっぱ見たくないってところもありますね。まあ、ね、そうでも仕方ないんですよね。おそらくね、長い漫画家人生、こういうタイミングもあるんでしょう。うんうん、ちょっとね、まあちょっと今回ね、うん、また土地、土地的な部分も出てきましたけど、うん、キーワードとして。まあでもやっぱりもうロハンが止めなきゃ、この人は射程距離外やったんですかね。こういう形でしか、この人を止めることができなかったっていうのは、 うん、書き込むまではいけなかったってことですよね。なんだろうな。これ、そう。だから、この人の、あのー、わからないですけど、本当に、そう、書き込んで変えてしまうのは違うと思ったじゃないですか。だからうーん、なるほど。うん。そこを否定する、るね、だ正しいと思ってるって言ってるから、深いな。考え方を、<れ>相手の考え方まで変えてしまうのはちょっと、 チートすぎて、うん、チートすぎるというか、ロハンにしたらルール違反なんじゃないかないま。あ、まあ、確かにロハンはそういう考えになりそう。うん。なるほど、深いですね。まあ、<laughs> 止め、そうそう。だからこれ、うん、ね、この人の言うて、高島君も言ったように、間違ってるわけではないのね。うん。うん。ただその、ある一線を超えてしまうところは、もちろん間違ってるんだけど。そうですよね。この人も、一生懸命やってて、まあ。そう。うん。 こういう目に合ってるっていうところで。うん。いやー、だからなんかね、本当に、今回は、うん<ー>。そう。いろいろね、本当に考えさせられるし。いやー、ほん、本当にね、すごいなと思いました。うん、もうこの、いや、ほんと動かないシリーズもどんどんせい成長してるって言ったらおこがましい言い方になっちゃいますけど、なんか、最初の、ただのロハンがこう、ね、見聞きした話だけっていうのじゃなくて、なんかどんどん、 変化していってるなというのは。そうですね。進化していってると深くなってるし、うん、進んでるし、進化、両方進化してますよね。そうですね。ちょっと多分唯一、唯一というか、うん、一番暗い話だったなと思いますね、うん、今回。あ,あそうなんですよね。うん、でも、でも、ハッピーエンドなのよね、なんですよ。うん、というね、締め方。うん、いいじゃないですか。う,すうん。いやー、すごい。なるほどという感じで。非常にう、ねうん、非常になんかまたこう、 心に刺さる物語でしたね。いや、名作、多分これはもう名作ですよ。まあ、この、うん、ちょっと、ステージが進んだ気がしますね。そうですね。ロハンというか。そうですね。ちょっと現代寄りな話が今年は続いてるなという。そうですね。あの、お子様まさから。はい。いつ書かれたのかはわからないですけど、やっぱコロナ禍に書いてることは間違いないので。うん。はい。まあまあ、本当に、そんなこんなで、まあ、とにかく前回の話からは想像できないような展開で。いや。 それは本当にもう前編後編に分けたのは素晴らしい。すごいです、本当に。その通りでございます。はい、ということで、今回、えー、岸辺露伴ご家内のね、えー、ドリッピング画法の感想語りは以上になります。はい。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、お願いします。